カリスマ主婦モデル神崎由美のブログ効果で大繁盛のアマルコルド。そんな中、アマルコルドで働き出した拓磨は何やら訳ありの様子。一方冬美は神崎由美のゴシップ捜査に乗り出していた。都内の一等地に一軒家、旦那は会社役員、絵に描いたような憧れの生活、しかもエッセイ集、絶対に暴いてやる。はい、お待たせ。はい、どうぞ。お待たせね。おはよう。今朝ごはんできるから待っててね。最近機嫌いいな。そんなに母さん帰ってるの嬉しかったのかな。機嫌いいっていうか、なんかテンションが気持ち悪くて。はい、お待たせ。神崎流もう一度行くよ。神崎流って理解不能。やった。何か気づかない？何が？いつもと違うでしょ、今日の私。そういえばちょっと顔がむくんでんな。そうじゃなくって、この格好、憧れのカリスマ主婦を意識してんのよ。っていうか、いくらしたんだよそれ。値段じゃなくて、私に似合ってるかどうか言ってよ。似合ってるかどうかにも値段だろ。お前が綺麗な格好して誰が得するんだよ。うん、そんな言い方ないでしょ。こっちはさ、穴の開いたトランクス履いて朝から晩まで働いてんのに、お前だけそんなヒラヒラした服着てさ、いい身分だよな。激しく同意。カリスマ主婦的な生活するには旦那変えないとダメね。このゆで卵柔らかすぎ。神崎流ポーチドエッグだから。たくまくんがいてくれて本当に助かってる。お給料弾まないとね。いえ、無理言って住み込みで働かせてもらってるんで最低限でいいですよ。こんにちは。林くん、今日メキシコから。大変だったよ。やっと代わりの便が見つかってさ。あ、今日はお土産を届けに。お土産？その景色の中に大切なピースが欠けてる気がして。大切なピース？それはね、なっちゃん、君だよ。はい、これ。フツロって村の民芸品で厄除けの効果があるんだって。へえ、ありがとう。あ、じゃあ僕行くね。この後打ち合わせがあるんだ。わざわざどうもありがとう。そうよね、うん、そうよね。厄除けなの。そう、厄年も終わっちゃったんだ。厄だ。はい、もしもし、春子姉さん。あ、なっちゃん、すぐに来てくれる？ほっとけない魔女たちは暮らし感じる変えていく P&G と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。何なの急な招集。せっかくシスターズがさ復活したっていうのに開店休業状態でしょ。何かさ、周りに世直しするネタとかないかなと思って。な、そんなこと。身近にさ、凶悪事件とか起きてない？あのね、私たちは普通に生活してる庶民なの、うん、そうそう事件に巻き込まれたりなんかするわけない。あ、何がある、何がある。最近うちのマンションのゴミ置き場がカラスに荒らされてて大変。匂いがもう。シスターズでカラスと戦えてか。ごめん。あ、ふゆちゃん、ふゆちゃんはさ、ここのとこどんな事件をかけてんの今は。まあ。何？ジャーナリストとして社会の巨悪を。
クエちゃんはね、今カリスマ主婦モデルの神崎由美さんを追っかけてるの。え、そうなの？見て見て、今日のこのファッション、これも神崎由美さんを参考にしてるのよ。へえ、神崎由美、どっかで聞いたことあるけど。この人ですよ。ああ、今話題のカリスマ主婦モデルです。レディートの方でも何かコラボできないものかと私が推薦したんですよ。桑原さんが？日頃から彼女の収納テクニックはだいぶ参考にさせていただいてますので。桑原さんもファンなんだ。ファンというか、まあモデルとして活躍しながら生活感もにじみ出てるところがグーッとくるというか。グーッとって、それ完璧ファンだわ。でもさ、カリスマ主婦モデルって不思議な肩書きよね。そう？だってさ、モデルやってる時点でさ、主婦じゃないでしょ。まあそうだけど。だからカリスマ主婦っていうのはさ、例えばさ、アキちゃんみたいな人のこと言うんじゃないの？え？私？掃除洗濯をこなして、三食のご飯をちゃんと作って、子供を立派に二人も育てあげてるんだもの。そんなカリスマだなんて。おまけにさ、給料の少ない旦那の支えになってさ、スーパーの特売日とかスケジュールとかそういうの全部頭に叩き込んで1円単位でさ、もうさ、せこ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 節約してるじゃない。もうその姿を見るともう涙ぐましい限りよ。ちょっと軽くバカにしてない？してない、してないそんな偽物カリスマ主婦なんかよりあっちゃんの方が全然立派。偽物って？家事だってなんだって全部他人にやってもらってるのよ。そうなんですか。私はそんなカリスマ主婦の本性を白日の下に晒してみせるから。それって余計なお世話なんじゃないのかしらね。一個人のプライベートを暴いて何が楽しいのよ。それが冬美がいつも言ってるジャーナリストとしての正義感ってそういうこと？なっちゃんは黙ってて。私は桑原さんやあきちゃんみたいに騙されてる人たちを救ってあげたいだけなの。いや、確かに余計なお世話かも。え？私たち別に騙されてる意識ないし、まあそういうところをわざわざ掘り返さなくてもいいんじゃないかなって思っちゃうのよね。どうしてよ。私たちは夢を見てるのよ。神崎由美さんみたいなああいう素敵な生活ができたらいいなって。冬ちゃんのやろうとしてることってさ、遊園地のマスコットキャラの中にいるおじさんを見せちゃうのと一緒じゃない？全然違うわよ。だって彼女は世間を騙して金儲けしてるのよ。ブログだってエッセイ集だっておそらく自分で書いてない。そうなんですか。冬ちゃん、由美さんのことはそっとしといてあげたら？どうして？だってとってもいい人よ。アキちゃんが言うようにファンの夢を壊すだけなんじゃないの？だって別に被害者だっていう人が出てきたわけでもないんでしょ？そう、テレビ見てても思うのよね。別に被害者でもないのに不倫した芸能人を叩いてんの、あれひどいわよね。そういう人たちって成功なさった方をおひがみになってらっしゃるんじゃない？ああ、じゃあ冬美さんも由美さんのことおひがみになってらっしゃるんじゃない？そんなんじゃない。あ、もういい。こんなに責められるんだったら話すんじゃなかった。別にこの件はシスターズで動こうとしてたわけじゃないし、私は勝手にやらせてもらいますからね。あ、ちょ、福井ちゃん、トイレ。エディオンの長期保証は長くて広い。対象商品が100種類以上のワイドな保証。ってことはこのデジカメも？もちろん長期保証の対象商品だよ。いいね、それ最高だ。エディオン。両親がエディオンでキッチンのリフォームをした。天井も床も壁も綺麗。解体から内装までパック料金で分かりやすい。私も使っていい？もちろん。家電量販店リフォーム売上ナンバーワン、10年安心サポート、エディオン。おはよう。おはよう。もしかしてカレー嬢かくはっ。こんな時こそレノーのユーカリ消臭。おはよう。おはよう。よし。何？あ、ううん。レノーは加齢臭も防いじゃうんだから。というのはパパには秘密ね。パパ、むぎゅー。ふわっと匂いも防げるレノア。プラス。明治。あなた、ゆっこ、大学時代に。ああ、いらっしゃい。いつものなんとか効果ある。チョコレート効果。ちょっと苦くて癖になるやつ。それ私の受け売りじゃない。うちはいつもこれなんですよ。
ポリフェノールたっぷりだし。人見知りなくせに頑張ってる。うん、いいわね。でしょ？でしょ？だって心にいつもチョコレートを、体にたっぷりポリフェノールを。明治チョコレート効果。洗濯科学のアリエール。最近これのおかげで洗濯が楽しいんです。今日も昨日も一粒ポンで落ちにくかったシミまで真っ白。今までの苦労は何？主人まで投げさせろって。一粒ポンで手間なし、しかも真っ白。第3の洗剤アリエール。もう戻れない。ありえない、いやありえるでしょ。今回の冬美はものすごい力入ってんのよね。まあああいう表に出る人って外面は良かったりしますからね。それはそうなんだけど、それより俺由美さんをどっかで見かけてるような気がするんですよね。雑誌とかテレビとかじゃなくて？失礼します。あ、こんにちは。この間は本当にありがとうございました。先日は神崎由美がブログでお世話になりました。改めて私こういうものです。殿村プロダクション代表取締役。はい、いやもう神崎のマネージャーのようなもんです。由美さんのブログのおかげでお客様たくさんいらしてくださったんですよ。それはよかった。実はその件でお話がありまして。はい、あ、どうぞ。神崎がエッセイ集を出すことになりまして、その中にアマルコルドのことを書いたブログも載せようと思ってるんですよ。今日はその許可をいただきに。うわあ、こちらこそ逆に嬉しいです。ありがとうございます。あ、そうですか。あ、それはよかった。早速こちらの方にサインをいただけますか？はい、喜んで。この30万円っていうのは？ああ、それは掲載するにあたって支払っていただく広告料です。私たちが払うんですか？ええ、他に掲載する店舗の皆さんからもいただいてますから。でも30万っていう額は宣伝効果を考えたら安いもんでしょう。ブログの時点でだいぶ儲けがあったんじゃないですか？それはブログで紹介した店は基本的に全店掲載する予定でね。もしここだけ載ってなかったらイメージ悪いと思いますよ。でもちょっとおかしくないですか？もともとこっちからお願いした話でもないし。わかりました。今日のところは一旦帰ります。よく考えてみてください。30万なら安いと思いますけどね。あんなの払う必要ないっすよ。向こうから掲載したいって言っといて金取るなんて脅迫みたいなもんでしょ。脅迫は言い過ぎじゃない？あんな連中の言いなりになる必要ないっすよ。今だね。あれだけいらしてくださってたお客様たちはどうしたのかな。たくま、今のうちにまかない食べちゃって。はい。すいません。はい。正直このお店には幻滅しました。は？これ味が落ちましたね。そうですか？由美さんのブログで人気出たからって調子に乗ってる証拠です。二度と来ませんから。ありがとうございました。守くん、味付け変えた？いや、全く。じゃなんでだろうか。あ、もしかして。え？やっぱり。え？
きっとこれが原因ですよ。はっきりとは書いてありませんけど、ほぼ今のお客さんが言ったまんまですね。ブログで紹介して人気が出たせいで味が落ちたみたいなことが書いてあります。でも神崎さんあれから一度もいらしてないでしょ。冬美さんの言ってた通りかもしれませんね。どういうこと？ブログを書いてるのは本人じゃないって。皆さん、やっぱり思った通りね。何が？神崎由美のブログを見て心配になって見に来たのよ。なっちゃんエッセイ集掲載の広告料の話断ったでしょ。なんで知ってんの？それが神崎由美の手口なのよ。過去にも同じようなケースでブログで嫌がらせを受けた店舗がいくつもあった。これで分かったでしょ、神崎由美は暴露されるべき最低のカリスマ主婦モデルだってこと。この気持ちいい布団で眠れるのもママのおかげだな。え？だって毎日干してくれてるんでしょ。干せないよ毎日なんて。え？天気だってあるし、私だって忙しいんだから。いやでも。ファブリーズ日光除菌以上なの。ファブリーズは日光以上のパワーで 99.9% 除菌。やっぱママのおかげじゃ。日光除菌以上のファブリーズ香るタイプの。この置き型ファブリーズはこの最悪な下駄箱の匂いを取れるのか手伝ってくれるのは何も知らされていない消費者。どんな匂いがしますか？春の風が漂ってる朝のこう清々しい気持ちで自分を見つめ直せる空間。ちょっと宇宙に来てないよね。松岡修造のイメージは一言で汗臭そう。これで汗臭そう。プラスマルコメプラス工事シリーズ充実。あ、遠山課長様、どうぞどうぞ。拓也、うん、何あの格好。この度はまともに面識もない私に貴重なお時間をいただいて果たしがありません。まあ手短に頼むよ。あ、それはもちろんでございます。あいつ何やってんの？姓は山田、名は拓也。うん、分かった。お話を聞いていただき誠にありがとうございます。人事の人間にもうち話しとくから。何とぞ何とぞよろしくお願いいたしまする。拓也。冬美様。冬美様。あ、実は私現在就職活動中にござりまして。あんたが就職活動？ええ、この先行き不安な世の中、私もそろそろ身を固めたいと思いましたら、今もバイト時代の先輩と面談を行っていた所存にございます。いわゆる OB 訪問というやつですな。てか何その喋り方。ええ、社会人になるからには敬語を使いこなしませんと。だったらその前にこのヒゲなんとかした方がいいわよ。うっとうしい。これは私のポリシーですから。あんたってほんと何でもかんでも中途半端ね。中途半端、この無礼者。その喋り方もやめた方がいいわよ。それじゃ就活生っていうより武士みたいだから。ああ、分かったよ。てかなんだよお前、人が真面目に働くこと頑張ってんのにバカにしやがって。お前に人のこと言えんのかよ。どういう意味よ。ジャーナリストになる夢まっすぐ追いかけてんのかって言ってんの。今だってどうせ芸能人のゴシップばっか追いかけてんだろ。それはほら図星だ。中途半端なのはどっちですか。私の仕事何にも知らないくせに偉そうなこと言わないで。確かに今やってるのはゴシップだけど、これをきっかけに出版業界に蔓延する捏造とかゴーストライターの存在を世間に暴くのよ。実はエッセイ集の原稿の件なんだが。今書いてるので明後日には送ります。いや大丈夫、もうプロのライターに任せたから。でも私のエッセイですから。大丈夫、私に任せて。
それと、おい、入ってくれ。あなた。おう、光一さんにはもう伝えたんだが、君たちの息子の話だ。最近家に帰ってないらしいじゃないか。ええ、それは。そういうことは逐一報告してもらわないと困るな。息子の家出なんてカリスマ主婦にとって死活問題だろう。そこでね、彼に息子の替え玉をお願いすることにした。え、よろしくお願いします。替え玉ってどういうことですか？家出するようなバカ息子じゃイメージ悪いだろう。バカ息子だなんてやめてください。とにかく今後ブログや取材で必要な際には彼を代わりに登場させてほしい。あの子の代わりなんて。この生活を続けたいんだろ。だったら素直に従ってもらわないと。浩一さんは快く了承してくれたよ。浩一さん、早速彼を使ってブログの更新お願いしますよ。はい。最近のコメントでも息子さんのエピソードが少ないって書き込み多いし。ああ、写真は彼の顔が映らないように後ろ姿で。わかりました。ここまで一気にお客さん減りますかね。常連さんたちも最近混んでるからってよその店行くようになっちゃったからね。暇になったんでまた戻ってきてくださいなんてこと言えないでしょ。申し訳ないっすね。こんな暇なのに俺働いてていいんすか。いいのよいいのよ、気にしないでよ。ねえ、なんとかするわよ。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。神崎さん、いいですか。どうぞ。どうした。あ、いや、ペンネの在庫チェックしようと思って。今日はお一人ですか。ええ、どうしてもカポナータ丼が食べたくなっちゃって。え、すいません、バカの一つ覚えみたいな。でも一度食べたら忘れられない味なんですよね。そんなにうちのカポナータ丼の味気に入ってくださってるんですか。ええ。何か。実は今日神崎さんのブログを拝見させていただいたんです。カポナータ丼の味が落ちたって書かれてました。え、あ、いや別に責めるつもりはないんです。ただ私たちに何か落ち度があったのなら申し訳ありませんってそれが言いたくて。あ、いえ、あ、すいません。今日は出直します。あ、俺の仕事だろ。そうだけど、アマルコルドのこと悪く書くなんて。ああ、殿村社長の指示だよ。あの店は広告料ケチったんだ。その店閉めのためにって。あなた何にも覚えてないのね。何が。もういい加減にしてよ。替え玉のことだってそう。どうしてそこまで言いなりになれるのよ。しょうがないだろ。
この生活を続けるためなんだから。こんな生活のどこがいいのよ。じゃあお前は前の生活に戻ってもいいっていうのか。何してんの。野鳥の観察を。住民の方から不審者がこの周りをうろついてるという通報があってね。あ、いえ、私は不審者なんかじゃ。署の方で話聞こうか。え、あ、いや、あの、ちょっと待ってください。私は違うの。あの、ちょっと待ってください。違うんですよ。あ、ちょっと待ってください。なんでうちで働こうと思ったの。それは彼女の真実をとことん追求したいの。でも私はそんなこと協力したくない。タクマのことは俺に任せてもらえないですか。ほっとけない魔女たちは暮らし感じる変えていく P&G と、いい加減気づけよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あなた守君と一緒に何を企んでる。シナリオを書かせてもらってもいいですか。家族を元通りにするシナリオ。